はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテニュー、本日のゲームはこちら、ダイナマイトバットマン、3ソフト、12月20日に発売されたゲームとのことですね。はい、まあ今年2月ぐらいの更新の時に、まあ3ソフトの最初に出た本のバットマン、まあみんなが知ってる方のっていう感じのバットマンはやりましたが、なんと2作目があったんですね、的な感じですね。はい、というわけでやっていきましょうか。この人ジョーカーだよね。私バットマン全く知らないんですよね。どんな感じの物語とか関係性とか登場人物とか全くわからないんですけど、そんな人でも楽しめる作品だと思います。まあ曲とグラフィックが3ソフトやばいからね、いいからね最高ですからね。ただ難易度はまあちょっとそれなりにそんな感じでやっていきましょう。今日のワンコンテに一回ゲームオーバーする前にどんな感じのゲームでしょうか、どんな感じの BGM グラフィックなど楽しめるでしょうかという形でお送りしていきます。やっていきます。はい、バットマン、わー、この点滅、あ、出た、これだっけ。なんか前の一作目の3あのバットマンの時にこの多重スクロールとなんかあれをうまいこと使ったなんかとね、オープニングが印象的だったけど、確かそんなあったよな。でもこれはないかな。バットマンザ・ジョーカー&オール・リライテッド・キャラクターズ・ロゴ・アンド・なんてかかんとか、はは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 は、これジョーカー、あ、この人か。うわ、色鮮やかやな。なんかファミコンにしてはというか、どういう感じ。ジョーカーっていうのはあれでしょ、なんか愉快犯的なことでしょ、わかんないけど、なんかそんな感じのイメージがある。とにかく世界をめちゃくちゃにしたいんだぜ俺は、みたいな人でしょ。なんかそんな感じを間接的に聞いた気がする。あ、今のがデモ画面ね。まあ要はやつを懲らしめればいいんだな。ニューゲーム、どんなだったっけな、ちょろっと触ったことはあるんだけどな。一面をクリアしたら、クリアできた覚えがない。あ、いきなり遠距離武器が使えるらしい。あ、そう、かっこいい。なんか上攻撃もできる。スタートボタン。パスワード。セレクトボタン今どこ使えない。 N。あ、N はウェーブショット。うわ、敵の弾見づら。うわ、危な、見えないとこから飛び込むの。あ、一応見え、あ、見えな。うわ、見えな、ずる。え、あと一発くらったらもうこれ死ぬんじゃない ?L と B が、ね、どういうあれかわかんないな。うん。バットマンって飛べないんだよね。危ない !L がライフか。B は何だろうな。あ、この武器いいね。多分特殊武器って点滅してる間に、あー、そうでもないか。あ、一応出たやつは取るみたいなルールでいって、なんだっけ、どんな武器がありますよとかをお伝えできればいいな、的な感じだ。あ、チャージショットあんじゃん。そういうことね。チャージしながら、チャージしながら移動もできる。すごいぞこれ。絶対動くやん。えい。チャージが解除される。アイテムを取るとチャージが解除される。あ、なに、敵ボス、体力がなあと3発食らったら死ぬのか。あれ、あ、クリア1の1をクリアしたら強制スクロールあんのこれ、マジか。あ、上のあれを壊せばいいのか、どうやら。これしか出ねえや。ちょっと待ってジャンプ力がちょっとあんまりないんですけど、バットマン
まあ、ノーマルショットしかない。あ、やっぱノーマルショットはあれだね、チャージできないね。危な、まあ、全然弱い。とりあえず何でもいいから武器をよこせ。それしか出らんのかい。ちょっとこれってギリじゃんか、こういうことか。あ、S、これいいんじゃない。また S になる。 S はまた C か。ちゃう、結構厄介なアクションだね。もう砲台壊せないんだな、さっきから試してるけど。危ない、連射性が。マジこの死しか出ない。ボス？ノー。1の2をクリアしたらしい。あ、何？ VS モード。パワー！いって。ダイナマイトバットマン、そういうのまだやってないよ。ちょっと不安になって今。ナムコもそうでやっただけで。多分。今日のワンコンティニューのアイデアまだ出てないですよ。弾は見づら。避けづら。あ、しゃがめばいいの。当たるね。弾を上に刺せばいい。いや、そうでもない。やられたらしい。どうすりゃいいんだろう。戦い方がわかんない。これもしかしてノーマルショットになったら勝てるわけないやん。あ、一応武器は継続らしい。避けられないんだよね、あれ。当たるか、2発。弾撃つのも遅いしさ、あと重なってたら弾がすり抜ける。振り向いてすぐ撃つっていうのは弾が遅すぎてできない。まず、ああ、あと、違う武器で挑みたいなと言いたいとこだけど、あの敵が横に撃ってくる弾の避け方がわからない以上どうすればいいかわからないんだよな。早かったな。結構遊べるゲームだと思うけど、でもこのグラフィックとこの感じだとステージ数はもしかするとそんな多くないかもね。だいぶなんか気合い入れて作ってるから、なんか長さ自体はギュッとなってるかもしれないですね。わかんない、どうだろう、長く遊べるのかな。はい、となんかそんな感じで、ダイナマイトバットマンでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。